勝手に調べまくって経営者に疑問を問いただすデューデリ団今日はリソナ銀行てか銀行なんでリソナ実はメガバンクでも地銀でもない謎のポジショニングで今業績拡大中なんですでも株価は低迷中なんでその真相を金融担当の大き者と谷口デスクと一緒にデューデリーしてリソナホールディングス南社長に七つの聞きづらい疑問をぶつけます銀行って未来あるの リソナ銀行イエイ <laughs> でも、なんかこんなお大きいっていうか時価総額1兆円なんですよ<っ>これが業務あらりが増えてますねまあ手数料収入も増えてて、資金利益も増えててまあ調子はいいとは言えますよね、うん、リソナで突っ込むところがなくて好調で調子のいい銀行ってことですかまあ厳しいですよね、えー、足元良くてもむしろ 業界的にはまあ絞んでいく業界にあるわけだから長期的にどうなるかっていうのは大変なところです。まあそもそも日本の人口も減ってますし、銀行自体の数はそんなに減ってないです。で競争も激しいし、でしかもネット銀行とかの方が専門にやってるんで、まああとはやっぱフィンテック系のサービスやっぱ使うようになったんで、ペイペイとか AU ペイとか割り勘とかしますよね。ありますよね。あんま銀行口座を聞いて やるって相当ないです仕事じゃない,ってないですか、ね。なすね、昔なんかちょっとお金借りたりし,してじゃあ口座をしなんかメールで困っていい <laughs> 友達の口座に行くん <laughs> それはないですね。<laughs> ないですか。うん、なのでこの20年って考えたときにすごい変わったと思いますね。すね ATM しか行かないですよ、ね。ATM しか行かないね、まあ。窓口行かないですね。と、うん、いうかリソナって多分人業員の 数が二三万ですかね、うん、ものすごい多くて、うん、店舗数も国内最大級でだから逆にどうしていくんだろうっていうのがすごい気になってしかもトップが出てくるんですよ頭取じゃなくて社長さん頭取社長なんかちょっと趣味が分かんないんですけどす、はい、そのあたりも勉強していきましょう、はい、具体的に何でお金を稼いでいるんですか一つ目は手数料。手数料送金した時とかうん、うん お金下ろす時とかのそうですね。うん、ただそれだとそんなに儲けないんで、うん、今力を入れてるのは投資信託とかですね。銀行行くとこのままでいいんですかみたいなお金増えますよみたいな。それ買ったらダメなやつですね。<laughs> ダメなんですか？銀行員に勧められた投資信託は買ったらダメです。なんで,なんで手数料が高いからです。やだ。 銀行は手数料欲しいから売ってくるんです、うん、一方でネットでだとダメだって人はいるんですよね少し年齢が上の人とかで、うん、あとは企業の買収とか事業の再生とかでコンサルティング料とかそういうそこで手数料取ったりもできるんですけどあと銀行の儲け方もう一つが何でしょうええっとお金を貸すピンポンポ貸し出しですね貸し出し 預金利子つくじゃないですか私が貸してそれで預かってもらってる分の金利よりも多い金利で貸せばその差額が儲かる銀行そうお父さんお母さんとか昔は3%三パーたた3%パーとかだったんですかありましたよね銀行から見ると3%でお金を、えー、調達してきて会社に対して6%パーとかで貸したらその3%はまあ,ある意味儲かるわけですよねでお客さんには3の え利息みたいな形でお返ししてみんなハッピーみたいな状態だったけれども今は0.00んとかですよねほぼゼロですねで貸す方も今金利が下がってるわけですよねもう利罪がもう1%切っちゃってるんですよねだから今大変だっていう話ですよねなかなかうまみがなくなってるで3つ目が運用ですね要するに預金集めてるじゃないですかそれで国債とか 銀行が投資をするという、うんはい、そうですそこの部分がすごいどんどん大きくなってて、うん、アメリカの国債をバーンと買って2%ぐらいある、はい、あゼロで調達して2%で運用したら2%分儲かるって話なんで、うんうん、だからいろいろ大変ってことですね、うんまあ、でもいずれにしろ銀行って銀行法で、えーまあ、規制されてる規制産業なんです例えば テレビとかもそうですよね放送法で、えー、免許を交付されてるからなかなか自由なことができなかったりするし、うん、鉄道とかもそうだし、うん、あと携帯とかも通信法とかありますよね<う>あと何がありますかね通信とか言ったあそうです <laughs> まあガスとか電気とか <laughs> 単純に儲ければいいっていうだけじゃなくて気にしなきゃいけないことが多いとそういう安全性の面でもそうだしあとは 経済を良くしろっていう、うん、政府のこう方針にも左右される普通の企業じゃないんですよね。だからうん、銀行全体の業界構造を見ていきましょう。はい、まあ、なんと言っても三メガですよね。まず。四、うん、番目がリスナーホールディングスですね。その資産で見ると、そうですね。その次が三井住友トラストホールディングス。うん、まず。 メガバンクってもう儲けてるポイントっていうかが全然違ってて何が違うんですか大企業向けのサービスとかあと海外事業でほとんどの利益を上げてるのがメガバンクなんでまあ銀行っていうかもうなんかそれに次いで大きいのがリソナーですね。リソナーだからどっちかっていうとそういう個人国内の個人向けの会社でだから戦ってるフィールドでいうとまあ地銀とかネット銀行とも競争しますね。 地銀のトップはどこですか。横浜銀行。正解。コンコルディア F. G.。そう。ですか横浜銀行と東日本銀行かな。まあ、そういうのはありますと、二番目はちなみに、うん。えっと、福岡フィナンシャルグループ。イエス、そうですね。は。で、ネット銀行でいうと。住信 S. S B. I. ネット銀行、楽天銀行、ダイワネクスト銀行。ペソニー銀行を。そのせいすると。はい。リソナはい。 メガバンクでもなく地銀でもないその間にちょうどいるポジションの特殊ななんかあれを気づいてるってことですか悪く言うと中途半端ってことですネット銀行はかかに今伸びてるんでですすけど法人の貸し出しとかし出とないいだから規模的には結構小さいんですよあと SBI グループが今すごいんで SBI も第4のメガバンクになるとか言ってるんですよ。で新生銀行21年に買いましたよね。 新生銀行が10兆円の資産を持ってるんで48、48%ですけどざっくり17兆円ぐらいの資産になってくるけど、リソナの73兆円にはやっぱり及ばないぐらいの規模だっていうことになります。この今地銀がすごい多すぎて誰が引っ張っていくかみたいな、どんどんこうくっついたり仲間になったりみたいなちょっと戦国時代みたいな感じでなってるんですけど、そこの中心になるのがリソナとあとえミ信信越ビアイ。 ちなみにリソナー銀行ってリソナーホールディングスっていうのが上にあってリソナー銀行ですよねな埼玉リソナ,ー埼玉リソナー銀行関西未来銀行でもう一つが港銀行いうのがリソナーホールディングスが持ってる銀行の種類だってことですね。うん、え3メガと地方銀銀行行その間にあるちょっと中途半端な位置なんですけど結構独自のこともやってるんで見ていきましょうか。うんはい 店舗数だと今一番八百十七。うん、他例えば三菱 UFJ だと何店舗？UFJ 国内五百十九。ええー、要するに三メガが四百五十から五百二十の間、うんえー、もうというか八百社。ね、関西圏で五百四。めちゃくちゃ多いんですよね。うん、あの UFJ 銀行二千二十三年度までに店舗 4割削減するってて書いてあ、うん、メガバンクはどんどん減らしてますね、うん、他の銀行がやってることと結構ずれてるじゃないですか、うん、そこは社長にねぶつけたいですよね、うん、<laughs> であと面白いのが新宅銀行があるっていう三菱 u h a y u c h 平 y 信託とか、うん、三井住友信託とかいろいろあるんですけど分けずに同じ銀行で銀行と信託があるっていうのが珍しい信託、うん、銀行って何をやってるんですか要するにお金を預けててい、うん、いろいろ運用してもらったりとか、うん 管理してもらったりとか、これやっちゃダメなやつですよね。これはやっていいこれ <laughs> はやっていいんですか。お金持ちの運用なんでやっていいんです。まあ地主とか、うん、結構資産があって、はい、お金持っててその資産をどう運用するかっていうのが信用してタックスだ。リソナってあの中小企業の貸し出しにすごい強いんですよね。うん、で中小企業の,あの社長さんとかって個人としてもじゃあその、えー、会社の株をじゃあどうするのかとか子供に事業継承していくのかみたいなところも個人としてのその社長にも。 え信託銀行のバンカーとして付き合えるっていうのがすごく強みになってるんですよね。うん、だそれがい,いわゆるその信託一体型のええー、まあ強みにしているところっていうところですね。うん、銀行って三時に閉まるじゃないですか。平日のね。で土日やらないみたいない。いけないです誰も。いそで,ね、でもリソナは五時まで空いてるんですよ、ね。えー、実は。実は歴史に関係があって、はい、リソナって一回潰れかけてて、はい、で国有化されてるんです一回。えー 2兆円の税金をこう投入されたんです、うん、まあ公的資金って言うんですけど、はい、でそれが2003年かその原因っていうのはいろいろあるんですけど 2>,、はい、2兆円投入される代わりに経営体制もごろっと変えて、はい、細谷さんっていう JR の改革をした人なんですけどその人が銀行に入ったんですよね。えー リソナには頭取りがいないんです。銀行といえば頭取りじゃないですか。銀行だから頭取りっていうのもどうなのっていう話になって社長っていう名前にしますっていう。うん、あとは待たせない、反抗させない運動とかまあいろいろあったみたいなんですけど、うん、こういわゆる脱銀行って言われているところに、うんえー、挑戦した。<ー>まあ今の社長なんかもこのアプリの立ち上げとかもやった人なんですけど、うん、400万ダウンロード。その奥ですか。 僕この間口座登録してみたんですけど、はい、まあ登録はすぐできたんですけどで口座番号入れたら「ダメです」とかってなってて23週間後にカードが届くのでキャッシュカードの裏を見てください結局結局、まあ、そういうちょっと銀行っぽいとこあるんですけど <laughs> まあまあまあでは数字を見ていきましょうかはいこう決算の概要これ何ですか なんかすごい細,細かく違うな、何書いてるかちょっとわかりわかりかねてます。今まで取り上げてきた企業と全然,全然違,う違いますよね。めちゃくちゃ難しいです。つまりこれこれから何がわかるんですか。そうですね。銀行って物を売ってるわけじゃないんで、だから売上っていうのがなくて、はいはい、代わりに業務粗利っていう言葉を使ってるんですよね。六千三百九十一円。はい、結構ありますね。でもこれが なんかど,どれくらいなのかが分からないあ比べてみましょうか福岡銀行、うん、2,000億円ぐらいで MUFG 見てみましょうか3.9兆円ですねうん、うん、メガと比べるとあの5分の1とかそんぐらいですけど、うんまあ、地銀の大手と比べてもかなり大きいっていうまあだから本当に間の間、うんね、<laughs> それがトップラインですよねリナナは今回で言うと割と調子が良くてて前ののってコロナの影響を受けた でも銀行ってそんなに打撃をまだ受けてないんですよねうん、うん、であればこれは結構ちゃんとした成長だって見てもいい、はい。あとこのフィー収益率に何でこれ出してるかっていうと、まあ、どれだけこうフィー収入があるかっていうのを結構評価基準になってて、まあ、それがメガほどじゃないけど地銀の上位よりも多いいぞっていう風にで最新の決算でもフィー収益が120億円増えて、はい、で3プラス3.1% フィー収益も順調に比率も上がってるってことですよね。そうですね。今回あの当取社長さん社長さん出てくるんで <laughs>、うん、どんな人だと思います？えー、お堅い人じゃないんですか銀行のねどうなんでしょうね<て>あそうそう今回、うん、質問に対してイエスかノーかで答えられるもの <laughs> なるべく 逃げられないよなるほどす,すごい策、はい、がもともとリソナの講座がある人別として新しくリソナに講座解説しようってどういう時かって5時まで空いてるからリソナで作ろうってならないですよね七時だったら違うけど五、うん、時だったら昼休みに行きますそのあたりも含めて伸ばす可能性はありますかうん、うん、っていうのが一つありますよねはい リ想ナどで預けるとお金は増えますか気になります。お金増えますかって。正直どこの銀行もあんま変わんないですからね。ネット銀行に勝つ自信はありますか、うん、ちょっと就活生も念頭にちょっと長めの質問。銀行って未来あるんですか銀行って働いて楽しいですか、うん、っていうのもぜひ聞いてみたいなと思ってますね。はい。 就活生の人気ランキングとかって多分2020年はもう銀行とかまあ人気がなくなってるってことですね。銀行にはみんな就職したいと思わないちなみにリソナーホールディングスの平均級年収871万円です SMBC は1142万円平均であるので中央値ではないのでこれが全てっていう数字ではないんですけど おそらく働いてる人で言うと、うん、まあ東京以外も結構多いんで、うん、一方で800店舗あるわけじゃないですかはい800支店長がいるわけじゃないですか、うんまあ、支店長じゃなくてこう何かのプロを目指す人を増やしたいみたいなことを社長は言ってて、うんうん、支店長になれば安全とかじゃなくてじゃ質問としては銀行で働くと何かかのプロになれますか就活性視点で言うとそんなもんですかね どううなんでしょうねメガでもない地銀でもない路線がこのまま成功するのかみたいなどんどん提携する地銀とか傘下の銀行を増やして規模をどんどん増やしていくのかそれともなんかネットの方をもっと伸ばしたいのかとか気になりますね両方伸ばししまますすとかって言ってたらどうしますでもネットの伸ばしたら従業員とか店舗が多いのが重荷になっちゃうんで、まあ、ある時期までは店舗やっててある時期からどんどん減らしていくのかとか店舗数気になりますよね 百店舗維持するんですか。そうですね。その分儲かるって、ちょっとなんか。今の環境で厳しいと思うんですよね。どこの会社特に意識してるとか、気になりますよねうん、うん。ガーファにやっぱり食われるのかみたいなとこって、ずっと言われてるじゃないですか。アマゾン銀行ができるんじゃないかとか、<ー> Google 銀行とか。まあ、ネット銀行は結構もうビジネス寄りの論理で動いてて。地銀は地域のために頑張ってて。 メは日本経済のために頑張っててで理想は何ですかみたいなパーパスは行 <laughs> りのはり,りのパーパス質問完成おおいっぱい出ましたね疑問出しの結果今回はこの7つの質問を用意これをイエス・ノーで問いただします南社長は真正面から答えるのか 大手町じゃないんですよね理想の牙なんですよねこの辺移転してくる企業多いんですよねメガバンクとはまた違う雰囲気ですよねよろしくお願いしますあよろしくお願いします,ししますとても緊張してます <laughs> 第一問目銀行ビジネスに危機感はありますかイエスガーファやネット銀行に勝てますか イエス理想なの今の株価って安いって思いますかこれ一番答えにくい。イエスズバリなんですけど解体銀行はありますかイエス銀行に未来はありますかイエス